1242日本放送です。中川家 The Radio Show。日本放送家の皆様、どうも、中川家の礼二でございます。今週も始まりました、中川家ザラジオショー。今から3時30分までの生放送ですって、ちょうど来た、今。今着きました。今来たね。はい。ちょうど。僕の勝ちですね。いや、勝ちですね、というか。まあ、いっぱいメールも来てんねんけど、はい、この方、山形県怪獣2匹のお母ちゃん、はい、今日のチキンレース、お二人の結果が楽しみです。レイさんの方が早く来そうな気がします。何より東島さんが一番ドキドキしてるかも。はい、もしかしたら東島さん一人でスタートしたりしますかねという、まあ、いろいろな、ね、何してんの、チキンレースやねんから。いや、チキンレースって、情報によりますとね。うん、結構早めに車は駐車場に入れてると。なんでバレてんねん。というのは聞いてます。バレてんの？ええ。で、だからこれやったら、はい、家からちょうど来て、今の時間やったら多分強さの勝ちや。それは怖いわ。いや、怖いというか、それ、ちょっと正直に、何時に車入った？ 12時20分に。ほな、俺の勝ちや。なんで？俺12時半や。したんが、うん。それでもまあ、早みんなに笑われたけどね、スタッフに笑われたけど。いや、そらあかんわ、ちゃうやんか。ずっと、どこで影を潜めてたの、ずっとこの時間、しかも、その前にもっと早く着く予定やって、うん、これ早すぎるわと思ったから、うん、ちょっとハザードつけて車止めたりしてましたやっぱ怖いわ。いや、確かにな。めんどくさいやん。余計、逆にめんどくさいという。余計めんどくさいことになっちゃいますよね。そうや。まあでも時間的にはほんまにこの滑り込みで、うん、こういうのがまあ、はあ、はあ、今言うても息も切らしてますけど。はい、もうじゃあどこったギリギリまでもう2、3分前までほんまに来へんとどうしようみたいな。フロントでコーヒー飲みながら ラジオ聞いてました。優雅に。で、差し入れ買うてきて。いや、いただきました、これ。あ、いただきもね。で持ってきてね、そうそう、ちょうど。頑張ってくださいって言う割にはこんな重い荷物持たされて、間に合えへんかったらどうすんねんなと思いながら。これはあれやな、どういう勝敗なんねやろ、これは。僕の勝ちですね、ギリギリに。いや、ちゃうやんか。12時。すごいもん、今、脇の下、汗。いや、汗すごいか知らん。かぐ？いや、いや、もう加減よ、臭いのよ、そんな、おっさんの脇の下。だって、ちゃうやん、12時20分に来てたら、俺より10分も早く。だ、俺の負けでええわ。なんや、その言い方。いや、俺も頑張ろう思ってんけど、うん、やっぱ不安やな。不安。で、不安やし、うん、もう俺の場合はもう家おって、あれ、嫁が出なくていいのって言うから、うん、いや、なんか今日遅く行ってもええ日みたいやね、みたいなこと言ったら、いろいろ用事を言われたから。ああ、その間の時間を使って。そう。普段、なんか時間あんねんやったら、みたいな。ああ、よくあるあるですね。ええー。もう腕ピンと伸ばしてエアコンの掃除して、はい、で、部屋の掃除ね、ついでに。こぼれるから、埃が、はいはいはい。で、部屋の掃除して、うん、で、風呂掃除って言った時にもうちょっとしんどなって嫌やから、うん、そのままブツブツ言って、もうそのまま出てきて。あ、もう出ざるを得なかった。出ざるを得んかった。もうなるほど。いろいろやらされるのも嫌やし。どっちにしろっていうやつや。そうそう。もうこれやったら普通に出とけよかった思って。しまいにはもう大量のゴミまで捨て刺されて。もう、だからもう散々よ。もうこんなん、もうほんまに時間。それで俺12時半やからね。来たんが。12時に。いつも12時に入るぞ、我々は。俺の負けでええわ。気持ち悪い勝ち方。ほんまやで。ほんまやで、どっちとも言いづらい。ねえ。でももうギリギリに来たのは僕。まあまあ、ギリギリ。その、柳くんに会いましてね、その、そこで。うそや。待機してるとき。実は、ちょっと、言うのやめとこうと思いました。はい、いや、もう待機してるやつ来たい。確かにな。何をそんな向きになって戦ってねえって話。そう。いや、あかんわ、やっぱ不安やわ。でね、いや、ちょっとほんま、うん、やっぱりね、そら、いろんな、ほら、汗やもん。な、読みもんもあるし、ええ、ね、いろいろ事前にこう、チェックしといた方がええんちゃうかとか、普段思わんことをずっと家で、もんもんとね。そう、なんか。不安なん、いつも家出る時間に、おるっていうのが。そうやね。あ、もう落ち着かへん。暑いわ。だってこれで4年やってんねんからね、この時間で。確かにね。そう、ほんまに。なんか。今日から5年目か。そうか。もう5年目。この方、豊島区、グズラマンさん、メールできてます。チキンレース優勝おめでとうございます。はい。チュさんは今日、プロントを何時何分に出ましたか?12時54分に。お
出ました。結構プロントで粘ってた、ね。粘ってました。もうちょっとそうやったら粘る。いやー、不安やった。ちょっと不安やな、やっぱりもう。なんか、早いったら早いったであれやしね、うん、遅すぎても怖いし、みたいな。まあ、確かにな。だ遅れたらもう意味ないからな、これは。遅れたらもう何の意味もない。意味もないもんね。そこにちゃんと本番1時までに間に合うかどうかっていうのがね。うんはい、いやいや、まあ、初心に帰りますわ。ね、もうちゃんと起きとかんと。いや、偉そうにこんなギリギリに来て。いやいや、ギリギリ。いや、意外とギリギリちゃうねん。ちゃんと2週分。ちゃんと、いや、もう、常識人は常識人。初心に帰らなあかんな思ってね。なんかね、だからスタッフも全然いいですよ、みたいなこと言うてくれた。ずっと言うてましたからね、これ。ずっと言うてた。毎週毎週。うん。それでもできへんかったから。うん。ね、今日はやりましたけど。普通にね、僕らが忘れてるだけ、みたいなあったからね。うん、まあ、スタッフさんがせっかく言うてくれてんやったら、と思って。いや。やらせていただきましたけども。いや、怖かった。すいません。二人ともチキンということに。なりましたね。もうチキンですね、はい。心がチキンですわ。でいいと思います。全然ビビリで、もうそんなビビないですよね。ね、それ考えるとやっぱ昔の芸人さんとかってすごいね。ほんまに本番30秒前にテレビの番組なんかでもスタジオ入って司会の人とかさ、やってたやん昔。ラジオなんかでも。もう本番ギリギリまた西川のりおさんなんかも10秒ぐらい前まで外おるらしい。あ、そう。ほんで喋りながら入ってきてそのまま喋るとかね。はあ。そういう人が多かったけど。いや、できないですね。いや、難しい。うん、やっぱ準備がいるわ。うん。もう今も頭真っ白やもん。そやな。何にも思いつかへんというか。心落ち着かへんというかね。やっぱりそらもう。いや、初心に帰るっていう話でね。うんうんうん、最近僕電車バスを使って移動してるんですよ。なるほど。うん、うんうん、それ偉そうにタクシー呼んだりしてるから。はい、これじゃあかんなと思って。うんうん、いろんなね、普通の。現場行くときとか。現場行くときとかも。うんうん、もうこの間も電車バスを使って家に帰ったり。え、どっから、うん、新横浜から。あ、新横浜からね、新幹線降りて。降りて。うん、ブルーラインでしたっけ。あ、地下鉄ね。地下鉄、はい、ブルーラインで、あざみ野まで行って、みたいな。あざみ野から乗り換えて、乗り換えて。家の方までっていう。なかなかぐったりですね。ぐったりやで。いや、でもこれやっててんで。うん。偉そうにタクシー呼んでるけど。呼んでますけどね。タクシー呼んどいてみたいな偉そうに何時何分にとか言ったけど、うん、ほんまやな自分らで言ってたよね。そう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 、駅集合とかやってるその仕事。そうや昔な。そうや、それ思い出してね、やってみよう思ったらもう、うん、なかなかですわ。やっぱぐったり、やっぱりり電車乗るっていうのは相当疲れるでしょ。そうそう、電車乗ってたら優先席に若い子が乗っててイラッとしたりね、うん、あ、まあ、座ったかやん、そことか、はいはい、バス乗ったら乗ったで、ベビーカー引いてる、うんうん、お母さんのベビーカー専用席あるんですけど、そこに若い子が座ってたり、うん、あ、そういうのね、ちょどいたれよそことか、うんうんうん、そういうのが見えますね、いろいろね、いろいろ気になることが気になります ね、 ね、人の会話とかね。そう、今びっくりしたんじゃ、電車乗る時も切符なんか誰も入れてへんやろ。切符なんか入れてない。そうや、それまあまあまあせやねんけど、切符買ってないよな誰も。買ってません、もう本当に。今もう全部ピッピー。ピッピーです。IC カードでやってますし。携帯にも入ってる人も携帯でやるし。コンビニもピッピーやし。はい、ピッピーです。もうほんまに。電車で、だから切符買うて。切符買って。余計疲れるな、でも今。偉いもんで、便利。乗り換えも、うん。ねえ、あれはそこもピッピーいるやん。そう、いるいる。いや、もう分からんのよね。しばらく乗ってなかったから、電車をね。ああ、やろな。うん。まあ、俺、ちょこちょこって乗るから分かるけど、まあ、せやな。もう、ほんまに久しぶりに、他のとこ行くのにも、やっぱバス使う。バス使うっていうのがもう、久しぶりでしょ。バスはもう、緊張しますわ、うん、バス乗るのが。どっちから前から乗るんやったっけ、後ろから乗るんやったっけとか。うん。分からんもんね。で、降りる駅、停留所の手前でボタン、うん、はいはい、ボタン押したいから、どうしても子供やん、次止まりますね、次止まる、うん、先押されたりしてで降りてね、そのバス停から家まで歩くっていうの、これはね、うん、毎日やってる人も偉い、偉いですよ、偉い、もう普段からやってる、偉いわ、もうでっかいカバン持ったね、うん、旅行帰りの人とか、ね、高校生とか、はいはいはい、ぐったりよバスの中で、うん、そら寝るわなっていう話やもんね、ほんまに。いや、もうせなあかん、そういうこと。で、それ帰りでしょ。え、新大阪から難波グランド花月行くときも地下鉄乗って、はい、もうそうしてます今。今ね、まあそっちの方が早かったりするからね、大阪の場合はね。難波の街を歩きながら難波グランド花月に到着するみたいな。だ今度は朝出かけるときに、はい、
バス乗って、電車乗って新横浜まで行って、新横浜から新幹線っていうのをやってる。帰りとはまたちゃう。それはやりません。え？帰りだけやります。行きはもう生意気にタクシー乗って。初心に戻るんちゃうの？いつからタクシー乗ってんのら偉そうにと思うわ、自分で。いや、たまに俺も思うね。お前、座ってる時ふと。そうそうそう。お前ごときが何言うて。空見上げながら、そうね、何言うて言うて。まあ歩いとったやねんか、お前電車賃ない言うて言うて。そんな時期もあったよな、ほんまにな。だからね、まあ、初心に変える意味でも、うん、はい、そうやってますね。ね。安い定食屋さん入ってご飯食べたりとか、はい、してますけどもね。まあね、もう、ほんまに。あるかなんか。あるかなあきませんよ。あるかなあきませんよ、そんなもん。ね。偉そうに。偉そうにしてる場合やないんで、ほんまな。この方は、X ですね、うん。尾崎紅葉パラダイスさん。はい。中脇さん NGK とか閉じたことあるんですか？ありますよ。ありますよ。何分でもある。何回もあるわ。ねえ、出られんかったこともあったし、それで。もう怒られてね。うん。そう。あ、そうなの？何回でもありますもん、そんな。間に合わず。間に合わずですね。うん。間に合わずっていうか、あと聞いてなかったって言ってね。昔はね、こっぴどこ怒られるんですよ。あれこらみたいな。今って違うんですって。うん。ああ、ああ。じゃあ出番なくしますね。怖い。3ヶ月ほど。よろしくお願いします。みたいな。もうそれも怖ない。怖い、怖い。そうやったら怒られた方がええやん。うん。怒られて。怒られて次の日閉じるから。いや、ほんま、ええ加減な人間やな。ええ加減な人間。11時50分なんか起きろよな。そうやね、普通の。で、逆にそれぐらい寝れる体力があったんですよ。あ、昔はね。昔は。うんうん、今はもうね、うん、6時頃目覚めますけど。全然もう、遅刻することはまずないですね。まずないですね。うん。起きるんやもん。今日も俺5時半に1回目覚めて。あ、いいや、うん。おしっこして。おしっこして。で、水、コップ一杯の水飲んで。ぐわって飲んで。ぐわって飲んで。で、目ギンギンになって。目ギンギンになって。あ、今日遅く入ってもええんやけどな。早行きたい。早行きたいなって。いや、逆になってますよね。もう行きたくないなが、うん、早行きたいなに変わってきてますもんね、最近。ほんまね。だ昔やったら誰かがもうそういう人、同じような人おったから遅れてきたら出番変わったりとか。そう。そういうのあったけど、今もほとんどないよね、そういうの。今、誰も、その若手も遅刻せへんしね。うん。面白くないよね。そう、面白くないね。あれ、結構部外者やったら面白いもんね。おもろおもろ。焦ってる顔な。ほんで、いろんなタイプがおって。うん。遅刻してきて、うんうん、もうひたすら謝るやつと、遅刻してきたのにキレてるやつね。怒られんとこうとして、逆ギレみたいに入ってくるやつね。何の理由もないのにキレてんねん。いろんなタイプね、見て面白かったんですよ、あれ。そう。ほんで、たまに師匠方が遅刻したりね。あった。そう、ええ年して。ええ。で、トラブルに巻き込まれたりとかね、うん、事故にあったとか。嘘ついて。嘘ついて。月亭八方さんなんか落語家やのに着物忘れてきた。着物忘れてね。ユニクロ T シャツと短パン上下で舞台上がっていたもありましたしね、昔はそんな。そんなんがないんですからね、今ね。ね。面白かったですけど。話し家さんがね、もう着物忘れて、誰か持ってへんかとかでね、大騒ぎしたりとか。もうだからないな、ほんまに。そうですね。うん、僕もスーツ忘れて、うん、ね、その辺にあるスーツ着て出たことありますけどね。ぶっかぶかのスーツ着て。いや、もうそんなんないんですよ、今。みんなきっちりしてるの、真面目なんです。トロサーモンの久保田がちょっとギリギリに来てみんなを慌てさすぐらいの。オズワルドの伊藤くんは、伊藤ね。今、お休み中です。うん、遅刻しすぎて。え？そうです、劇場ね。劇場出れない。そうそう、数ヶ月出られへん。そうそう。言ってかわいそう。まあ怒られんのがいいのかね、そうやって冷静に言われるのがいいのか、どっちも一緒ですけどね。そうやね。ただ怒られるけど、出番なしはなかったもんな、昔は。なかった。しゃあ、お前、二回目から、お前、しっかりケアルってやるよ、言って。うん。出すって言って。すいません、言ってね。うん。で、受けずで。はい。で、次、受けへんのに、受けへんから切れて。遅刻してきたくせに、偉そうに。偉そうに。いやー、あげませんね。いやー、うまいね。この方はメールです。はい。大阪市城東区のおかゆさん、はい。私はプロントに12時50分ぐらいに入りましたが、真夏さんがコーヒーを飲んでいらっしゃいました。あ、おったんや、リスナー。本当にギリギリに出ていかれたので、こちらもヒヤヒヤしながら見守っていました。間に合ってよかったです。うんうん、おー。
あこの方、うん、どこにいてたんですか。見てたんですね。見てた私を多分ね先週の放送聞いていただいて、そうか、あこうやって見に来る人もいるというね。ありがとうございます。いや本当いやもうギリギリでしたよ本当に ね, とね危なかったですけど。プロントの方からお手紙もらってます。今年も放送4周年お祝いできて嬉しいです。あ、それでいただいたんですね、コーヒーをね。あ、そっか、昨年はまさかの3周年覚えていらっしゃらず笑ってしまいましたが、今年は覚えていらっしゃいますか。今年もささやかではございますがドリンクと、スイーツをご用意したので、ありがとうございます。ぜひお召し上がりください。ありがとうございます。これからも楽しい放送を続けてください。そ日本放送のね、うん、そこの玄関、うん、裏のとこまで持ってきてくれたんですよ、うん、え追っかけて、わざ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 、いやもう申し訳ないな、本当にね、ほんまにな、ありがたいわほんまに、で知ってんねんね、事情もずっと長らくギリギリまでおったっていう、そうそう、フロントの方もね、事情知ってくれてて、55分で大丈夫でしょうって言われてね、うん、はい大丈夫でしょ、なんで知よく知ってんなと思って、いや知ってんのがねまた不思議やけどね。これがメールです、はい、東京都オタクもっちゃんさん、うん、来週は初心を思い出すという意味で、はい、家から日本放送まで歩いてくるのはどうですか。早めに家は出ないといけないと思いますが、健康にいいはずです。あ、そうしようかな。いや、歩こうかな。何時間かかる？俺はだいたい分かってんねん、時間。はい、歩いて。え、歩いて家から？家から歩いて。だいたい何分？ね、30分強。えらそう。ゆっくり歩いて。他にも、都心に住んでるみたいな。いやいやいや、しょうがない。だって、そう、タクシー乗ってんのか。乗ってんの、歩いてきたらそんなもんやっていう、多分ね。弁当食べてんのか、楽屋の弁当とか食べてんのか、ちゃんと。食べてないわ、最近。あんなありがたかったのに。もう、それは逆にね、体にちょっと悪いからとか、そういうので食べへんやん。いや確かにそうやね、胃の一番に弁当とか食べてたのに、ね、食べてたよ昔は、ね、取られんように、そうさっきもう胃の中入れてしまえみたいな。俺2個食うたりしてたから、ほんで足りひんとかね、そう大騒ぎなんで、ね、スタッフが、うん、足りひん足りひんって、でそれずっと黙ってんのがね、もうしんどかったりしましたけど、あ歩いてな、何時間かかる、だって6時間ぐらいかかるかな、ゆっくり歩いてやろ、ゆっくり歩いて、ゆっくり歩いて、もう早朝でなんか朝出て、ど何時でなんか7時ぐらいでなんか、もう7時には出て時間余るぐらいでプロンと行ってまた、はい、で汗を引いて引かして、帰りも歩きで、帰り歩きやで、うわあかんで、偉そうにタクシー呼んだ、呼んどいてやって、あもうあかん、もう歩いて帰らなあかん、西日を浴びながら歩いてやってみるかな、ちょっとあのちっちゃいリュック背負ってね、よく見るでしょそこの走ってる公共のところ、はい見ますね、あんな格好して何が入んねやろあのリックと思わない、ね、うん、ね、体にピタくっついたね、なんか怠け者くっついてるみたいな、カバン持ってる人いますよね。そうか歩くか、あ歩いてきてみたらどうですかみたいな、はいはいはい、はい、それもちょっと考えましょうか。あね、まあ体にはええからね、うん、絶対いいと思いますよ、うん、この方神奈川県ミーコックスさん、強さん、バスで釣り革を持ちながら寝ているサラリーマン見つけましたか、バス通勤を続けると立って寝られるようになります。あこれはある経験やろ俺サラリーマン、僕もあるピックとんなってね、うん、そうそうそう、釣り革持ったまま僕もサラリーマンやってましたから、帰りとかぐったぐだで、うん、もうあの電車の床で寝てたことありましたよ、酔っ払って、ああそうでしょ、でもう一回、あれなんちゅうのあれ、だから終点まで行ってもう一回、うん、もう一回もう一回ね、目覚めたら目覚めたら乗ったところの駅であれ言うてね、いや行さんあったねそんな、うん、駅から家まで帰る途中のベンチで寝てしまったりとかね、たまねそういうのね、だ疲れてないんですよ体が、あそのタクシーばっかり乗ってるから何回言うねんタクシー、タクシーが悪いみたいな。いや悪ないねんけどね、全然悪ないねんけど、せっか自転車通勤ちょっと試みるとか、今ルール知ってる、ルミネとか出番自転車で来るとか、自転車今めんどくさいで、今歩道走ったあかんし、ほいでまたあの道の隅っこ走ってたら車にすっごい煽られたりするし、もいやいや、そう自転車健康のために、うん、ああいう、なんちゅうの、うん、日野翔平さんが乗ってるみたいな。あ
もうスポーツタイプの。スポーツタイプのやつで。タイヤ細いやつ。細いやつ。どうですか、それで。あ、でもそれぐらいやんないといいかもしれんね。いや、やんのか？え？ちょっと待ちいな。いや、さっき聞くわ、俺がそれやったら。やんのそれ。で、どっちか歩きで、どっちか自転車なんでそんなことに、なんでどっちか歩きで自転車。絶対自転車の方がええやんか、それ。いや、もう、今、車で来てるじゃないですか、はい、ここまでもね。うん、うん。もうあかんなと思うんですよ。歩きたいなぁと思って、もう、こんな偉そうに車乗って、車もう捨てようかな、途中でとか。いろんなこと考えてるんですよ。迷惑やから、これ、ほんまに。そういった意味でもね、うん、大阪 NGK 出番の時にもね、はい、うん、たまに歩くんですよ。ああ、うん。自分が住んでたとこまで。うん、桜川。大阪市内の、はい、ええ、うんうん。あそこまで歩いたりするんですけどね。うんうんうん、初心に帰ろう思って、うん。帰れないですね。あかん。嫌な思い出しか出てけへん。それがね、そこや。な、意外と初心に帰ったら、うん、身が引き締まるのかな思ったら、意外となんか、うん、うわぁ、そういや、ここであれやったなとか、意外と嫌な思い出が、意外と逆効果やったな思って。そう、思い出辿って、ご飯とか食べに行くの。行く行く。もう、こんなん食うてたかじゃん。全然浸れへんね。ある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 。ね、あるあるある。聞いてる人もそんなあると思うね。なんかもう、こんかったよかった思ってね。だからもう、それ以来やめましたけどね。そういうのね。思い出旅はね。もう大阪の森口までね、うん。ちょっと電車乗って帰ったりしてね。うんうん、で、ちょっと実家着く前に公園寄ったりすんねんけど、あかん。嫌な思い出しか。な。うん。あ、ここでカツアゲされたなとか。ね、はい。ここの中学校と小学校の間のとこで、ケツ蹴られたなとか。あるんですよ、僕らの地元にその道がね。なんかそんなんしか出てこないですね。ね、懐かしいな、みたいなのないわ、意外と。なんか俺はね、そんなもう田んぼのあるようなとこで育ってたらそんなまた変わってきたんやるけど。もう、もう、もうね、あんな町でしょ？あんな町言うたら悪いけど、うん、今でこそね、綺麗になってますけど、うん、昔はもう。そうなんですよ。意外と初心変えられへんな。ね。ほんまに、うん。で、この間ね、山形県の酒田で営業あったんですけど、うん、その時で飛行機の都合で、もう朝一番の飛行機で行って、はい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 、もうね、向こう着いたらもう2、3時間時間が、もっとか、そんな、ね。で、それはそれでまた文句言ってたもんね。文句言ってた。ま、た早すぎて文句、うん。そう。遅すぎて文句。文句。もう朝ラー食べましたけどね、僕。一人で。誰も行かへんな、朝ラー。で、みんなに朝ラーメン。みんなに声かけてたんやんか、芸人。それ、店まで送っていったよ、みんなを。若手とか。うん。いけいけって。ほんで、俺らも最後の方に行ってんけど、次長課長の。そうでもない顔みたいにして帰ってきたよ、みんな。美味しかったやろ、ラーメン。いや、まあまあ。いやいや、美味しいから朝からやってんやろな、と思ったけど。そうやろ？うん。朝ごはんも食べてたしやな。お腹いっぱいの状況でいけるんだよ。だって、店入ったら、全員カウンターに芸人やったな。何やねん、これ、楽屋か思って。全員芸人がラーメン。みんな見てたんや、あれ。会場入る前に、あ、ラーメンあるって。みんな見てた、俺も見てたもん。俺一番やったもん。俺一番に行ったもん、一人で。いやー、ほんとに。勝ったよ、あそこの店、小ラーメンがあって。ほんまに。小でももう食べきられへんかった。小でもお腹いっぱいですよ。ほんでみんなで分けてね、僕は4人で行ったんやけどね。上下所の川谷と、スリムカーボとね、内間と、。もうほんまにみんな食べれないですよって。あ、そう？そう。ペロッと。ペロッと、いけいけいけ言うから。行ってほしかった。ほんで感想聞いたかったけど、だーるみんな黙って感じで。むすーっとした顔して。眠たいな、みたいな顔して。そう、だからラーメンやから、もうちょっとがっつり、別に来てもよかったのにな、っていう印象やな、正直。がっつり来てよかったってどういうこと？もっとこう、胃にグッと来ても。あ、ドンと？うん。あっさり系やったから。ほんまにもう、すっごいあっさりやったから。煮干しの。そうそうそう。あっさり系の。うん。ああ。もっとガツン系がよかった、みたいな。で、次長課長の犬は僕、すいません、煮干しダメなんで。え？え？って思う。うん。あ、そうなん？そう。いや、店入って、なんか匂い、煮干しの匂いするんで、どうしようかな思ったんですけど、言って。いや、そんなん、早う言うてくれなあかんわ。俺、煮干し系やって言うたで、最初に。いや、言ってない。言ってない。どっちでもいいけど。みんな食べてますよ。いや、食べて、いや、でも行ってね。うん。朝にはちょうどいい。
そうですよね。そうなんで、あの時も早く入ったら入ったで、昔は早く入らされてね、こういろいろやってて何も文句言わんかったのに、はい、ちょっと早いだけで、もう、ってなって、ね。ああ、まあ、ダメですね。それ初心に帰らな、ダメですね。帰らなきません、ほんまにね。来週どうするもう普通にもう来ます。ね。もう普通でいいんですか？もういいんじゃないですか。うん、普通では。そうですよね。なんか、逆に1時間前でいいんですかというスタッフから今、耳に入りまして、うん、もうちょっと遅く してもいいですよっていう。あ、そうですか。うん。まあ、もう1時間前、やっぱ準備がいるな。怖いわ。まだ真っ白。やっと落ち着いたぐらいちゃう、今。やっと落ち着いた。ほんま25分ぐらい経って。ようできてんねん、1時間前に入るっていう。入るとかね。なんかこう、切り替える時間とかも必要なんじゃないですか。うん、だって、劇場の出番でも、最低30分前にみんな入るでしょ、なんとなく。ギリギリ行ったろかなって思うねんけど、どうしても体がもう、言うこと聞かへんね。行こう、行こう。行こうよ、強さんっていうね。心の中で。行きましょうよ、もう。ギリギリってどうするんですかみたいな、その葛藤があって、うん、ついつい早く出てしまうね。髭も剃らなあかん。髭も剃らなあかんし。着替えてね。髪の毛もセットしてなあかんのに。スーツ着る時間、スーツを脱ぐ、うん、出す時間とか。もう遅いでしょ、年いってって言って。もう一人の自分が。あ、はい、行ってきましょう。途中でコーヒーも買わなあかんでしょみたいな。ああ、これは良くなかったな。良くなかった。ギリギリは。この方、ヨッシーもヨッシーさん。はい、お二人は、さんまさんと稽古をするときは何分前に来ますか、うん、ああ。1時間前ぐらいに行きますね。す先輩より先。あ、そうそうそう。ついとかなっていう。うん。まあ、それはあるね。そういうのは。あります、うん。それはありますよ。うん。ただ、稽古長いっていうのがね、ありますけど、さんまさんと一緒にやると。長いですね。もう一回やろうか、言うて。みたいな顔してもね、みんな。そう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 、まだやるん、まだやるんすか。ちっちゃい声で、もういいでしょスタッフもなんか、えみたいな。スタッフはスタッフで、我々に言うてくださいみたいな顔するし。そう、もう終わりましょう、言うてください。そう、こっちはこっちでスタッフにもう目くばせして、早く終われて、仕切ってくださいみたいな、お互いがお願いして。僕はでも言いましたけどね、まだやりますかって。やらなあかんねん、お客さん、お金取ってお客さんの前でやんのに、言って怒られましたけどね。ごもっともやね。ごもっともやね。ほんまに。いやね、もう来週は、通常通りにね、通常通り来ますか？はい。何またやるの？また。もうまあもうね、もういい。自転車レースとか大丈夫ですか？自転車レース。自転車がもう、そんなええのがないわ、家に。もうほんまに。ね、僕は電動の自転車。で俺もあるけど、その電動の自転車。できますか？自転車で来る、うん、来たって、誰もそれ見てくれへんし。スタジオに持ってこられへんやん。確かに、ね、何がおもろいな。誰も見えへんのにな。そうラジオでそんなことやってる。番組とかやったらね、またカメラが押さえてこう、今度待ってたりするのわかるけど、ラジオはさすがにね、それはなかなか難しいんちゃうかなと思うけど、はい。この方は、ラジオネーム牛乳は飲み物です。はい。来週はヒッチハイクで来てはいかがでしょうか。ヒッチハイク。誰が乗せてくれる？親指出してこう振って。日本放送まで。日本放送まで。誰が意外と乗せてくれるかもよ。どうやろうな、乗せてくれたら面白いけどな。ほんまに。全然知らん人ね。僕は営業行った時ベルトと靴忘れてね。うん、で、その土地で、百貨店を探して、はい、そこまで、その会場に来てるお客さんに車で送ってもらいました。優しい。すいませんけど、なんとかデパートまで行ってもらえませんか。ベルトと靴忘れまして、あ、どうぞ乗って行ってください、って。そういうのはありましたけどね。ああ、優しいね、それ。助かったよ。芸能人ずらして、偉そうにやっちゃいましたけど。その時も。その時ももう、すいませんという心で。ね、褒めた偉そうにすいませんけど、そんなんしてくれへんで、打つベルトと靴忘れたりで、デパートまで送ってくれへんで、車で。そうやね、普通のサラリーマンやったらね、まだ無理やもんな、ちょっと芸人やから言うて、偉そうに。やっぱ8割ぐらい、これ言ってくれるやろ、思ってやったら、ね。そうそう、ああ、それはいきません。げんこつですね。げんこつ、自分にげんこつしてください。ごちんですね、ごちん。ごちん。
中川家のレイジです。強しです。このザ・ラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日替わりのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々とパートナーはこの方でございます。日本放送東島えりです。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。いいとこ、ありがとうございました。東島さんは今日のこと忘れてた。そう、忘れてたんですか。あれ今日遅いですねって言ってたらしい。みんな忘れるね。みんな忘れて、あと4周年もね、うっかりすいませんね、ごめんなさい。4周年でまた中途半端な ねこの間ね、ナイツの行った時に考えたら始まった時期一緒やから、はい、あ、そうかそうか、ナイツはパーティーしてましたからね、4周年パーティーということで、あのゲストの一周、あ、そうか、我々、ね、あ、そうか、ね、はい、やってましたけどね。どうしましょうね、我々4周年お祝い、4周年ペニンシュラで、フレンチでもどうですか。あ、内輪でね、はい、皆さん、うん、まあ、リスナー読めたら、あの海浜バーンってむしり取って、ね、やろうことはできますけど、イベント的にね、まあ、そんなキングコングの西野みたいなことをいやいやいや、やっていいのか。いや、やっていいんか、ええね、あれ、ええね。あ、まあね、そのまあ、うちわだけでパーティーとかしてみても、まあ、面白いなとは思います、ね、けどね、ちょっと考えてみペニンシュラから放送するとか、あら、あ、いつかできたらってね、ずっと言い続けてきましたけど、ね、はい、スイートルームかどうか、あ、スイートルームで ねやれんのかな、やってみようか、誰が部屋代出すねみたいな感じになってましたけど、ね、誰も目を合わせてですね、ほんまに、ね、4周年ですね、うん、でもやってみてもね、はい、まあ、ちょっと4周年もね、やっぱりちょっと盛大にっていうのがあってもいいのかなと思います、うん、はい、長崎からやるとか、東島さん4周年に、4周年、ありがとうございます、うん、はるばる、ね、飛行機乗りますよ、飛行機乗っていい、あ、乗ってね、めんどくさいとか言ってました、集合早いですよ、集合早いですか、いや、そうか、はい、長崎行きは大体バスに乗って、はい、空港の中も移動しますんで、え、あ、そうですか、そうそうそう、あ、そう、あ、乗り場がね、ちょっと違ったりしますんで、あ、ほんまか、はい、もう行かへん感じの返事やん、そうですか、絶対 100% 行かへん、まあ、終わらしました、はい、すいません。さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマはこちら、電話の楽町日本放送から、この後3時30分まで生放送です。日本放送ラジオリビングおすすめ、スーパーストーンバリア包丁、抜群の切れ味と驚きの軽さ、使いやすさ、研ぎ付きで税込9900円、スーパーストーンバリア包丁、お申し込みお届け返品については0120-1242-86 まで。防災一口メモ、地震が収まったらガス漏れがないか匂いを確認しましょう。安全が確認されるまでマッチやライターは禁物。換気扇や電気のスイッチも絶対に触らないようにしましょう。日本放送、東島えりでした。国民共済コープ。自然災害が増えている今、国民共済コープの新スマイル共済、風水害などの保障がパワーアップ。大きな被害も小さな被害も安心です。安心して暮らしたいから私は新スマイル共済。ピット。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。新宿東口0120-450-655。赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。家庭用から工業用まで、ミシンのことなら明治43年創業の藤沢ミシンまで。ただいま決算セール実施中。神奈川県内、藤沢、平塚、横浜の3店舗。ミシン教室も開催中。ミシンの修理やご相談は藤沢ミシンで検索。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。時刻は1時38分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、
中央道の下り線の事故に伴う通行止めが続いています。中央道の下り線は八王子インターと八王子ジャンクションの間が事故のため通行止めになっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは戸田西インターで事故のため6キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線の外回りが神田橋で事故のため4号線の上りの赤坂トンネル付近まで渋滞しています。一般道路は都内の環七通りの大田区方面に向かう内回りが目黒区専属2丁目で事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原でした。原さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はアポロステーションの井出光光さん、ベンリッチ、高リッチ、オープンハウス、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。有働由美子、有働のラジオ。今回のテーマは旅行。有働さん、フランスの旅行はいかがでしたか？アンシャタ、由美子、有働。ジュスジャポネーゼ。かぶれてる。マクシー。有働のラジオは今日午後3時半から。サバ。中川家のレイジです。先生、この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、このコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございます。前ね、作りました中川石材店。この CM をお聞きください。はい、どうぞ。墓石、表札、石像。石のことなら何でもお任せ。石。石、石、石。あなたの幸運をお祈りします。パワーストーンもあります。一つ250万円。中川石材店のパワーストーンをつけてから毎日が幸福で満ちています。大正末期から続く中川石材店、よいしょ。何やねんこれ。何やねんチリンチリンの音。腹立つわ。夏やな、なんか設定が。そうね。でも夏に作りましたからね、これ。あ、そうか。そう。で、いろいろ3週ぐらいね、ちょっとお休みしてたんで、このコーナーがね。ちょっともう季節外れになってしまいましたけども。わかりました。はい。今週も来ております。はい。世田谷区の、ひるみる月さん。うん。美味しいチョコとピーナッツのお菓子、チョコピーの CM をお願いします。うん、ご飯の時間までまだまだあるのにちょっとお腹が空いた、そんな時チョコピーがおすすめです。チョコピー。チョコとピーナッツ？うん、そうやね、そういうこと感じやね。ご飯の時間まで待てないな。チョコピー。ちょこっとお腹が空いたらチョコピー。うん、チョコチョコチョコピー。チョコピー。じゃあ郷皆川くんにちょっと。え、本人に、え、うん、ちょこちょこ。それはやっぱり。まあ、でもそうやな。僕はファミリーマートが、家の近所にできましてね。はい。その時に、できたオープンで、ゴーミナガー君箱の上乗って、営業来てました。来てたんや。聞こえんのよ。あ、もうほんまに近所にできた。うん、ちょこちょこ、ピーって聞こえんのよ、家まで。コンビニ見に行ったら、思いっきり目の前でやってたやってましたね。あ、じゃあこれちょっと本人に、全部本人でもええんかな。全部本人でもいいと思いますよ。やってくれるかな。いやー、どうやろう、まあ、やってくれんちゃうそら。ゴーミナガー君の腰がね、うん、ちょっと歪んできたみたいですけど、なんかちょっと曲げすぎうんちょこちょこやりすぎて、うんちょこやりすぎて、かわいそうに。まあ、ぜひ本人ね、教えていただけるならと思います。はい。受付メールアドレスは ngk@1242.com、ngk@1242.com。懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。はい。ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから
現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？日本放送強しエンレイジー from 中川家 The Radio Show。 The Radio Show。 ここでニッピコラーゲン化粧品からお知らせです。暑い日ってしっかり食べるのが難しいことがありますよね。さっぱりしたものばかりになってしまったり、いつも元気で活動的でいるためにもタンパク質はしっかり摂りたいですが、毎日肉や魚をたくさん食べることを難しく感じる方も多いのではないでしょうか。そんな時こそコラーゲンです。コラーゲンは良質なタンパク質の一種で、血液や筋肉の元になってくれる体にとって重要な成分です。基本的に毎日摂り続けたい栄養ですね。そこで毎日スプーン1杯のニッピコラーゲン100フィッシュタイプ、無味無臭でサラサラの粉末状だから飲み物にさっと溶かすだけ。私もいただいているんですが、お茶に入れても味が変わらず美味しかったですよ。温かいものでも冷たいものでも大丈夫なのも嬉しいですよね。暑い日もコラーゲンをしっかりとって元気にいきましょう。このニッピコラーゲン100フィッシュタイプ、今日は1袋100グラム、およそ20日分のお試し商品、通常価格税込み2121円相当を初回限定税込み999円でお届けします。送料はニッピコラーゲン化粧品が負担いたします。ただし、お一人様1点1回限りです。専用スプーンもついています。お問い合わせは通話料無料の 0120-587-444 587-444 ニッピコラーゲン化粧品まで。お試し商品をお求めの際、およそ2ヶ月分の商品を初回特別価格税込み5998円、2回目以降税込み6998円で購入できるお得な定期コースをご案内させていただく場合がございます。定期コースも送料はニッピコラーゲン化粧品が負担いたします。定期コースの解約は次回お届け予定の1週間前まで受けたまわります。お届け返品などについてもお電話で 0120-587-444 今すぐお電話を。The Radio Show。さあ、オープニングでね、4周年なんかやった方がいいんじゃないかっていうので、この方、グズラマンさんですね、豊島区の。4周年パーティーですが、プロントを貸し切って、リスナーも入れて、プロントから放送するのはどうですか？あ、いいじゃないですか。うん。でも、昼の1時に貸し切りできる。確かに、ね。貸し切りできるんでしょ、あそこ。いや、できるけど、それとも夜で録音でやるとか。うん、それでもいいんじゃないですか。いいですね、プロント。やだ。ね。はい、え、何？いや、全然顔見てもやる気ないやろ。あ、出てます？まあ、で出てる目が。はい。ね、いやって書いてます。いやって書いてる。書いてる？いやって書いてる。うわ、ほんま？うん。いやでもいいんじゃないですかそれ。でもちょっとね。やりましょう。やめに。え、何？ん？ねえ。なん、やりましょう。やりましょうの言葉に重みを感じられへんだけど。やるよ。じゃあいつやりますか。いつやりますか。それ今詰めんのも質問返し。やりましょう。やりますか。やらへんやつが言うやつ。行きましょう。行きますか。行かないやつが言うやつ。やんかそれ。いやでもなんかね、せっかくの周年なんでね。そうですね。何かなんか一つ。だからプロントで録音でいいじゃないですか。何を。いや、強さんがなんか、もう目が嫌やみたいな、めんどくさいみたいな感じ。いやいや、めんどくさくない。大丈夫ですか？やりましょう。え？やりましょう。やりますか？プロントから。いや、それやれへんやつが言うやつやんけ。レジさんも。質
問返し。こうやって言ってしまう病気なんで、すみません、ね。何か考えときたいと思います。はい。はいはい、はい、この後もメッセージをお寄せください。今日のメッセージテーマは電話の話です。 ngk@1242.com でお待ちしています。日本放送 The Radio Show。 最後お伝えしました。田中さん、ありがとうございました。10月26日土曜日、横浜アリーナでナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭を開催します。鈴木雅之、ダパンプ、アノ、秋山隆二、ネクライトーキーに続き、乃木坂46、久保史緒里の出演が決定。ただいまチケットの二次選考受付中、詳しくはイベント公式サイトまで。申し込んだらいいんじゃない。時刻は1時51分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカの鉄鋼大手 US スチールの買収を目指す日本製鉄がアメリカ政府に対して書簡を送り、拘束力のある国家安全保障に関する協定の締結を提案したことが5日分かりました。これはロイター通信が報じたものです。アメリカ政府は建設など重要事業への鉄鋼の供給に対する悪影響を心配し、安全保障上のリスクを生じさせる恐れがあると日本製鉄側に伝えていたということで、日本製鉄は懸念を払拭し計画を前進させる狙いがあります。立憲民主党の泉健太代表は今日党本部で記者会見し、明日告示される党の代表選挙に2回目の当選を目指して立候補すると表明し、政権交代を目指すと述べました。自民党の裏金問題というのは、これはルール違反です。明確なルール違反、しかも大規模なルール違反です。自民党を一旦イエローカードあるいはレッドカードを出して退場させねばならないと、今その局面にあると考えております。次の総選挙で我々は政権交代を目指します。また泉代表は教育無償化を次の衆議院選挙で野党共通の政策としたいという意向を表明しました。ところで自民党の山口進衆議院議員が去年11月飲食店に勤める20代の女性にキスをしたとして不同意わいせつの疑いで書類送検されたことが捜査関係者の話で分かりました。41歳の山口議員は自民党の選挙対策委員長を務めた山口大明元衆議院議員の次男で、2021年に衆議院選挙の埼玉10区で初当選しました。茨城県と茨城県大洗町は今日、日本原子力研究開発機構が2026年度半ばに再稼働を目指す高速実験炉常陽の安全対策の工事実施を了解しました。工事には県と町の了解が必要となっていたため、事実上再稼働の容認となります。常陽は原発の使用済み核燃料を再利用する高速炉を開発するための実験炉で、トラブルで2007年から運転を停止しています。これについて林官房長官の記者会見です。高速炉は高レベル放射性廃棄物の原用化、有害度低減、資源の有効利用といった核燃料サイクルの効果をさらに高める観点で重要であります。高速実験炉である常陽での研究開発の成果も活用しながら実証炉開発を進めてまいりたいと考えております。おしまいに、大相撲の横綱照ノ富士があさって初日を迎える秋場所を休場することが決まりました。照ノ富士は先場所10回目の優勝を遂げたものの、膝の痛みや糖尿病で調整が遅れていました。今場所は2場所ぶりの横綱不在となります。ニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。伊集院光の種とちょい種がもう一度お楽しみいただけるサービスがあるって知っていましたか？過去の放送と限定アフタートークが聞ける公式アーカイブサービス、伊集院光の種まとめ聞き。月額550円で何度でもお聞きいただけます。これまでの種を振り返ってみませんか？詳しくはまとめ聞きで検索。
さあテーマメールいきたいと思います。テーマ電話の話でございます、はい。この方栃木県足利市のくにちゃん83歳の子です。恥ずかしがり屋な私は電話で妻にプロポーズしたらなんと OK してくれたので嬉しかったです。電話口だと饒舌になるのが良かったみたいですが、直接人とお話しするときは無口になってしまう。あらまあかわいい、ね、かわいいらしい男性の方ですか。わいいらしいね。子供に言うときはかわいいらしいねえ、何言うことないんか。子供に言うときはね、それはね、かわいい、こういうね、まあ、電話、昔の昭和の、プロポーズも、この方蓮田市の松森さん。私はコールセンターでバイトしたことがあったんですが、うん、コンプラのない時代だったので毎日のように電話口で罵倒されました。うわ、そのストレス解消がひたすら食べまくることだったので体重が1年で20キロ。うわ、昔はね。今はなんか録音するんでしょ。録音させていただきますみたいな、ね、はい、サービス向上のためにということでね、はい、うん、はい、ああ、そうか、もしなんかこうね行き違いがあったらあかんの、なるほど、当時はなかった。当時はね、そんなんでも電話したことあります、そんな電話、おいこらみたいな。いやない、何を言う、もう一回だけあります。え、な、何、あのソース入ってなかったから、ソース持ってこいって言ってたらしい、言ってたら有名なお店ですけどね、はい、ソースがないと食べれないんですよ。どうしても、はい、変わりはない、変わりはないんですね。いや、まあ、そんな腹減ってるね。もう腹減った時殺人も起きますからね。いや、まあ、昔なんか、ね、お腹空いて、いや、そう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 、うん、まあ、でもちょっと心をね落ち着けないと。そうですね、録音されてますから。あ、ですよ、うわ、ソース持ってこい、うん、が録音されてるから、あ、待ってこい。そこまで、そこまでじゃないな。ソース持ってきてもらえますかみたいな。そうそう、ソース持ってきてくださいよ。ぐらいですね。はい、強めやけどね、うん、わーっとは言ってない、ね、わーっとは言ってないですね、はい。いけますか、まだ、この方は江東区、妻には、尺品漬け、うん、私は酔っ払って楽しくなると時間関係なく友達に電話しまくっています、うん、完全に面倒くさいやつですが、その時はこの楽しさを共有したい、今からでも来てほしいと思って電話しております。うんうん、うん、でも次の日は謝罪の連絡を入れなきゃいけなくなり、うん、毎回後悔してるんですが、なぜかやめれません。電話マンですね、電話マン、うん、電話マン、昔からよくいますね、電話、出ましたね、こういう人はね、周りにね、ちょっと電話してみようやみたいな、もしかしたら、ね、起きてるかもしれんから、ね、あの親父がこんなんやったね、うち、ええ、親戚に電話しまくる、うわ、ちょっと電話しみや、おかんがもうやめときて、迷惑ね、やめやがんだかい、な、何しろか気になるが。近くにいらっしゃったんですね。はい、はい、いました。社長、ジョブズコンストラクションって名前長くないですか。看護師さんなどのお仕事探しはメディカルジョブズ。いいじゃないですか。では保育士さんは。キッズジョブズ。わかりやすい。建設系は。施工管理人材バンク。それはわかりづらいかも。医療、保育士、建設関係のお仕事探しはジョブズコンストラクション、ジョブズコンストラクションで検索。中古車の経由決算セール開催中。新車並みの延長保証が選べて買ってからも安心。中古車買うなら経由。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けたこと覚えていませんか？実はあの時、注射器の使い回しがありました。その際、血液感染が原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っています。対象者は昭和16年から63年生まれの方です。病気を発症していない方も多く、対象者の約5人に4人が給付を受けていません。また、おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、ご兄弟を B 型肝炎で亡くされた方を探しています。対象者がお亡くなりの場合、ご遺族の方も対象ですのでご注意を。まずは、あなたも給付の対象かご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。
ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。
中